掛け軸塾。はいどうも、掛け軸塾の野村です。さあ今回は塾長の技術レポーということで、7月1日に京都で行われているこちらの展覧会に行ってまいりました。ザ・新版画版元渡辺正三郎の挑戦ということで、こちらの展覧会がねめちゃくちゃ面白かったので、今回こちらをご紹介させていただこうと思います。今回の動画最後までご覧になっていただきますと、新版画についてより理解を深めることができますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。さあそれでは早速進めていきましょう。まずね、新版画ってそもそも何なんっていうところですよね。この話をしようと思うと、浮世絵の話まで遡ります。浮世絵、あの江戸時代に一世を風靡したポップカルチャーありましたよね。葛飾北斎とか歌川広重とかいっぱいいましたけども、あれは江戸時代まではめちゃめちゃ人気やったんですけども、明治時代なのでね、この浮世絵っていうのはねちょっと人気に陰りが出てきて人気低迷していきますよっていう流れになったんですよ。これなんでかっていうと、西洋からいろんなもの入ってきましたよね。黒船で文明開化イエーイということで、いろんなものが入ってくる中で印刷技術っていうのも西洋から入ってきたんですよ。これがねめちゃくちゃすごかったのよ。あの機械化されてるやつやったからね、あのバシャンボンバシャンボンバシャンボンみたいな感じで、早くて安くて正確っていう、もうすんごい圧倒的な技術が入ってきてたので、浮世絵の木版画の技術っていうのはね、それと比べるとちょっとしょぼいなみたいな感じで、ちょっとずつ需要を食われるっていう風なことになって、浮世絵の人気っていうのは下火になっていってしまってたんですよ。でこの危機的状況をなんとか出さなあかんなということで、立ち上がったのが版元渡辺正三郎っていう方だったんですよ。で実際どういうことをしたのかっていうと、それまでの浮世絵っていうとちょっと画壇の中の評価でいうと、中央画壇のね肉筆画でこう頑張ってますよとか、あの横山大観とか橋本加穂とかなんかいろいろ狩野派とかいろいろある、ああいう風なもうアカデミックなところと比べると、所詮はポップカルチャーでしょ、パン画でしょみたいな感じで見られてたので、ちょっと一等低く見られてたんです。ちょっと芸術品とはちょっと違うね、ちょっと雑誌とかメディア的な役割だよねみたいな感じで思われてたんですよ。思われてるのを、渡辺正三郎は、いやいやこの版画というものをバキバキにレベルアップさせて、もちろん中央画壇の作品とも遜色ないぐらいのアートとして確立するぐらいまでレベルアップさせたのでっていうことで、浮世絵っていうのは3人体制でやってたのね。あの絵師がいましたよと、でその絵師の下絵をもとに彫り師が版木を彫っていくんですよね。でその版木を使って、今度すり師っていうのが、刷っていきますよということで、多色刷りをして、完成させますよっていうのが、浮世絵、まあ、木版画なんですよ。だから3人の分業体制やったんですけども、あの 100% この絵師が表現したいものを、彫り師すり師が再現できるかっていうと、そういうわけではないんですよ。でまあ言うたらね、あの絵師はめっちゃこう表現したいっていうのをめっちゃ細かくこう書いてきたとしても、彫り師とすり師からすると、いやちょっとそれ難しいですよ、無理やで、ほんと版画やから、そのちょっと限界ある、でもそこら辺ちょっと分かってもらうの困るわ、何でもかんでもそんな肉筆画みたいにね、もう細かく細かく彫りができると思ったら大間違いやでみたいな感じでなってたのを、渡辺正三郎、いやいやいや、そこをちゃんともっとレベルアップしようや、彫り師もっといろんなテクニックあるから、もうちょっとね、いろんな細かいテクニックを、お前の努力不足じゃん、そこを職人やねんからちょっと頑張れやみたいな感じで、バキバキに彫り師とすり師のレベルをアップさせて、絵師が表現したいことっていうのを、かなりのレベルで再現できましたよっていうレベルまで、持っていって、もう版画というものが芸術品アートだっていうレベルまで持っていくような、動きをしたんですよ。これが、作られたのが新版画と言われてまして、この動き全体ムーブメントを新版画運動っていうんですね。でそこで、もう代表的に活躍したのが渡辺正三郎っていう方やったんですよ。で、渡辺正三郎的にはこのね、芸術品まで作り上げたっていう風な新版画を、まあ、日本国内で売るのもあるんですけども、それを海外に持って行って海外で売りたいなっていうのがあったんですね。まあ、当時っていうのはやっぱジャポニズムとかあって浮世絵っていうのが海外でも結構人気あったので、そういう風な流れがあるっていうのを渡辺正三郎的には知ってたので、じゃあこれをもっとバキバキにレベルアップした新版画や新浮世絵やみたいな感じで売り出したら、もしかしたら勝機つかめるんちゃうかと、爆当たりして、このね新しいムーブメントが国内でもこう起こるんちゃうかみたいな目算もあって進めたのが新版画運動やったんですね。まあ、ここまでご理解いただいた上で展覧会のレポの方に移っていきたいなと思います。まず概要をねさらっとおさらいしたいなと思います。いつからいつまでやってんのというと、6月24日から7月30日まで
ということで、結構ね短いんですよ、スパンが1ヶ月ちょっとぐらいしかないので、この動画見られてちょっと興味あるな、行ってみようかなと思われた方は、もうすぐ行っていただければなと思います。はい、すぐもうちょっと迷ってるとね、もうすぐ終わりが来ちゃうんでね、行ける時に行っていただければなと思います。いやでもそういうでもな、おもろいんかな、もうちょっと迷うなという方、大丈夫です。こちらの展覧会というのはもう折り紙付きなんですよ。去年から巡回展でいろんなところでやってるんですけども、それぞれの展覧会場でもう評価がめっちゃ出てましたよっていうような折り紙付きの展覧会なので、もう迷ったら GO ぐらいの気持ちで行っていただいて結構です。でどこでやってんのっていうと、美術館駅京都という、もう JR 京都駅の中にある、伊勢丹があるんですよ。伊勢丹って百貨店ね、伊勢丹があって、その7階に、美術ギャラリーっていうのが奥の方にあるので、そちらの方に行っていただいたら、見れますよと。でその7階っていうのは子供用品売り場と同じフロアなので、ちょっとエレベーターチーンって出てきたら、あれ合ってんのかなって思うかもしれないですけど、大丈夫です。矢印があるので、その矢印通りに行けばちゃんとギャラリーの方にたどり着けるので、そちらに行っていただければなと思います。はい、で続いてね、展覧会の全体的な所感っていうのをお話しさせていただきたいなと思います。まず最初に作品サイズなんですけども、実際現物を見ると思ってたよりもね、ちっちゃかったです。うん、A4 から A3 ぐらいになるのかな。パソコンの画面で見てるとね、ちょっと大きさバグるんですよ。思ってたよりもでかかったりちっちゃかったりっていうのは、もう展覧会あるあるなんですけども、新版画の場合は思ってたよりもちっちゃいなって感じました。で、まあ、浮世絵と同じぐらいのサイズではあるんですけども、浮世絵もだいたいこの A4 から A3 ぐらいのサイズがメインなんですけどね。ただ、浮世絵の場合はなんか3枚続きみたいな連続もんで一つの作品だよみたいなのがあったりするんですよ。ちょっと奇抜な、大型のものっていうのもあったりするので、まあ浮世絵自体はちっちゃいなってイメージはなかったんですけども、新版画の場合はその3枚続きとかっていうのはほとんどない、ゼロやったんちゃうかな、あんま覚えがないので、もうオーソドックスなもうサイズ感のものしかないので、めっちゃちっちゃいんですよ。めっちゃちっちゃいんですけども、このちっちゃい画面の中にさっき言った渡辺正三郎が繰り広げたもう細かいぐらいのめちゃくちゃ詰めたテクニックだぜっていうなのがぎっしり詰まってるので、もうこれだけで見応えめっちゃありました。もうすげえな、もうこの画面がなんか小宇宙のように感じるなっていうぐらいの、もうクオリティの満足度があるので、もうめちゃめちゃ楽しかったですよ。でも意外にサイズ感ちっちゃいけども思った以上に楽しめるよっていうのが、最初の所感になります。はい、で続いての所感っていうのは新版画っていうと、さっき言った通り渡辺正三郎が堀氏と摺氏のレベルをバキバキにレベルアップさせましたよっていうことやったので、まあ、言うても浮世絵の延長線上にあるもんなんだろうなぐらいの気持ちで行ったんですよ。行ったんですけども全然違いましたね。はい、もう浮世絵とは別次元の全然違う世界観がそこにはもう広がってまして、うわこれはすごいな、レベルアップしすぎやろっていう風な感動を受けるぐらい、もうクオリティが全然違うんですよ。だから最初のファミコンの画面のクオリティと、現代のオンラインゲームの、画面のクオリティぐらいの差がある、そんなイメージを受けるぐらいのもう圧倒的な世界観というのがそこに広がってましたね。うわこれはもうレベルアップしすぎやろっていう風に感じました。いやこれねほんま言われんかったら肉質がと言っても勘違いする人おるんちゃうかなっていうぐらい、本当それぐらいの高いクオリティのものが見えて取れたので、もうめちゃくちゃ面白かったです。で続いての所感なんですけども、具体的に新版画ってどういう特徴があるのかなっていうのを、何個かねピックアップしてご紹介したいなと思います。まずね、色彩がめちゃめちゃ豊富やったなっていうところなんですよ。浮世絵とかでもまあ後期になっていくとね、いろんな海外の絵の具とかがちょっとずつ入ってきたりとかしてね、まあ、ベロアイとかああいうのでね、表現が広がっていってるんですけども、それ以上に、多分もう明治時代だったらドーンって海外からの絵の具とかもっと入ってきてるからね、そういうのもあって、全然色の数っていうのが違います。それによって生み出される世界観っていうのはもう全然違いました。特に明るさをめっちゃ感じましたね。ビビット感、あれがすごいなっていうのが、まず一つの特徴かなと思います。で続いての特徴なんですけども、グラデーションがめっちゃ多かったです。グラデーション、まあ、浮世絵の最後らへん江戸時代後期ぐらいになってくると、グラデーションっていうのも結構使われたりするんですけども、その日じゃないぐらいにめちゃめちゃ細かくこうグラデーションとかぼかしっていうのを、使ってるなと、まあ、それを可能にしたのが、まあ、テクニックであったり、色数の多さ、まあ、色が多いとねそれだけグラデーションのボケっていうのも細かく作れるので、まあ、そういったものが可能になったのかなっていうので、新版画ならではの
特徴じゃないかなと思います。で、ついての特徴っていうのが光の表現の多様になります。光の表現、光の表現が日本美術の中で取り入れ出されたのって明治時代になってからなんですね。明治時代になって西洋画が入ってきて、陰影法とかが紹介された流れで、使われるようになりましたと。で、それの一番最初ら辺で言うと、浮世絵師の小林清親の、光線画とか、葛飾北斎の娘の葛飾大井の、吉原孝子先の図とかね、ここら辺が、その光を取り入れた一番、プリミティブな最初の方だったんじゃないかなというところで、その流れっていうのが新版画の中でも受け継がれるような形で、貪欲に積極的に光の表現っていうのを、新版画の中でもしております。だ、朝焼けであったり夕焼けであったり影であったり、夜の風景のライトであったりとかね、いろんなところで光を表現しますよと、こうすることで幅が広がってね、エモさを感じたりとかいう部分でもね、その陰影法があることで、いろんなものがドラマチックにポエミックになったりっていうのがあるのでね、そういったものを対応するために、光の表現っていうのを貪欲に取り入れてるなっていうのを感じました。はい、で、続いての特徴なんですけども、新版画にはさまざまなテクニックがもうこれでもかっていうぐらいもうめちゃくちゃ使われてましたね、対応されてました。例えば、ザラずりって言ってね、木版画っていうとバレンでこうすりますよね、ガーッとするんですけども、このすった跡っていうのをわざと残すような、そういうふうなテクニックっていうのが使われてるんです。これザラずりっていうんですね。そうすることで、例えばこの円形のなんかテクスチャーができるんですけども、これでなんか女の人がお風呂入ってる湯気を表現してみたり、モクモクモクってね、湯気を表現してみたり、例えば傘を差してたらその傘の文様に使って、傘の独特のテクスチャーを作ってみたりとか、あとはね、道路にそれを使うことによって、なんか道路がなんかいかにもなんか踏み固められて、辛い血じゃなくてなんかデコボコしてるぜみたいな感覚を出してみたりとかね、いろんなテクニック、これめちゃめちゃ使われてるテクニックなんですけども、こういうのをして、渡辺庄三郎的にはね、木版画の手仕事かみたいなのも残したいなと思ってたわけなんで、こうすることでお職人がこうするしもいろいろやってんでっていう、もう木版画ならではの風合いだぜっていうのも、出すようにしてると、こういう風な表現というのはめちゃくちゃ面白かったです。はい、で、あとテクニックとしては、からずりっていうのもあります。からずり、これはどういうことかというと、普通木版画っていうと版木があって彫りまして、で、デコボコデコボコしてて、この尖ってるところに色を塗って、で、彫ってるところはね、色を塗ってもへこんでるから色映らないわけですよ。で、それに紙をかぶせてガーって吸ったら、その尖ってるところ、どこって出てるところに乗った絵の具が、こう紙に映って、色できましたねを繰り返していきますよっていうのが、木版画のやり方なんですけども、このからずりっていうのはその出っ張ったところに色を塗らずに、もう真っ白な状態で、紙を置いてガーってするんですよ。なら色はつかないんですけども、その尖ったところの、ボコってなった圧だけがかかってへこむんですよ。こうすることでエンボス加工みたいな、ああいう風な、風合いになるわけなんですね。こうすることで、色をつけてこうガーってするほど、強調したくない部分でもなんかちょっといろいろあるよねみたいなのを、ちょっと匂わせるぐらいの、表現っていうのができるんですよ。デリケートな、例えば動物とかの毛とかあるじゃないですか、これを色つけてこう吸ってしまうとちょっと目立ちすぎるな、悪目立ちするなっていう場合に、ちょっと隠しながらでもなんか風合いあるなっていう風にしたい時に、こういうエンボス加工的なからずりっていうのをやるんですよ。そうすると、あ、なんかへこんでるな、あ、なんかちょっと細かくやってんなっていうのが分かるというね、こういう隠し味的なテクニックっていうのが、からずりになります。はい、で、続いてのぼかし刷りになるんですけども、これはね、ヨンデ字のごとくぼかし、グラデーションになりますね。ふわーっと。ただ、このグラデーションと侮ることなかれということで、いろんなぼかし方っていうのがあるんですよ。うん。そのぼかし方、いろんなテクニックのやり方を、多用して、この新版画っていうのはめっちゃグラデーションを多用してるので、そこら辺がね、浮世絵の表現とはまた全然違うなっていう特徴なので、こういったね、ぼかし刷りっていうのも使いましたよと。これだけではなくてね、いろいろなテクニックっていうのが、使われているのがこの新版画の特徴になります。はい、で、続いての特徴っていうのが、新版画の作品を見てるとき、特に風景画を見てるときなんですけども、エモいなーって感じるときがね、結構あったんですよ。で、これなんでエモいなーって感じるのかなって考えながらね、いろんな作品を見てると、一つの共通の色合いっていうのがあったんですよ。この色合いで使われてるときに、かなりの確率で自分はエモるなーっていうふうに、分かったのでご紹介したいなと思います。その色合いっていうのは、ズバリ、ピンク、紫、青になります。
はい、この3色が微妙なグラデーションとかで使われてる時にああええなーって感じるように僕は設計されております。はい、僕だけなのかもしれないですけど、他の人もはそう違うかもしれないですけど、でも結構な割合でね、こう新版画にはピンク紫青っていうのが使われてるんですよ。そうすることで朝焼けであったり夕焼けであったり夜の風景であったり、それの水の映り込みであったりというのを微妙なデリケートな、表現で使われてるので、これがね人にエモさを感じさせる、味噌の部分になるんじゃないかなと、思います。はい、で続いてご紹介したい書館っていうのが、その展示会場の中で結構面白い見せ方をしているコーナーっていうのがあったんですよ。どういうコーナーかっていうと、新版画とか木版画っていうのは最初絵描きさんが下絵と呼ばれる元絵とか原画と呼ばれるものを描いて、でそれをもとに、彫り師摺師がいて最終的な版画っていうのが出来上がるんですよね。で、この最初と最後を見比べてどういう違いがあるのかなと、でそれは何で変えられたのかなとか、そういうふうなのをたどっていく、そういうふうなのを見るコーナーっていうのがあったので、これが結構面白かったんですよ。で大前提としてね、新版画といえども、新版画で言うともうバキバキにこうレベルアップしてこの再現率を高めましたよって言ってたんですけども、下絵元絵を 100% のクオリティで再現するというものではないんですよ。で、さらに言うと 100% 再現すれば良いというものでもないんですよ。やっぱりね、木版画には木版画の最適化された色合いであったり構図であったり表現であったりっていうのがあるので、どうしたら売れるかなっていうのを考えた上でいろんな変更があったんやなっていうのが、見て取れて面白かったなと。でそんな中で面白い例というのを一つご紹介させていただきたいなと思います。それがこちら。はい、一番左が小原正尊という絵師が描いた雪中南天に鶴見という肉筆画になります。はい、肉筆画、これはね手で描いた一生懸命描いたやつだよっていう肉筆群のやつです。これをもとに、版画を彫っていきましょうねということで、一発目試作品で作ったのが真ん中になります。これはね版画になります。真ん中ね、ならまあ南天がちょっと明るくなりましたねと、肉筆画よりもちょっとねやっぱ木版画の3になったらちょっと明るくなるんやなと。で鳥とかもね全体的にちょっと明るくなったなって感じなんですけどども、これを見てこれじゃちょっと売れへんのちゃうかなっていう風な判断になったんですよ。いや南天が赤く綺麗に出たのはええけども、それと比べてこのつぐみがちょっと暗すぎひんかみたいな、で背景の、ね、グレーもちょっと暗すぎひんか、重たすぎひんか、どうせやったらもうちょっとパーンって明るくするようにした方がええんちゃうかっていう風な、いろいろ変更点があって、できたのが一番最後の右側にある、雪中南天に瑠璃鳥になったわけなんですよ。だから鳥変わっとるかなって感じですけど、鳥を変えたんですよ。ただこれ面白いのが鳥のフォルムは一緒なんですよ。ただ色だけ変えて、茶色っぽい色を、青色にしたら鳥の種類が変わって、ルリ鳥になりましたって、なんかちょっとせこくないって感じなんですけども、まあ、でもこういう風にした方が、明るく映えるし、で後ろのグレーもちょっとおとなしくなりましたよね。で、そうすることで全体的に背景はうるさくないし、青と赤がめっちゃ綺麗になるし、白も浮き立って見えるねっていう、このバランスやったらちょうどええんちゃうかみたいな感じで、いろいろ変更点がされてたんですよ。だからやっぱ木版画には木版画の表現っていうのがあるんですよ。できる表現、最適化できる表現っていうのがあるので、最初の肉筆画をもとにそれに寄せてて、どうしたら売れるかな、どうやったら人にこうエモく感じてもらえるかなみたいなところに、すり合わせていくっていうのがね、新版画の面白いところなんかなというところなんですよ。で、やっぱりね絵師もそうですし、彫り師摺師もそうですし、なんなら版元も商売全体のことも含めてわからないといけないので、ディレクションを出さなければいけないんですけども、それぞれがやっぱお互いのポジションっていうのをちゃんと理解し合ってないと、こういうふうな傑作っていうのは生まれないんだなっていうふうに感じました。まあ、浮世絵の時でもね、それぞれはある程度のことは知ってるんですけども、やっぱりそれよりも解像度を上げて、よりお互いのことを事情をね、まあ、いろんな事情あるじゃないですか。これはちょっと彫り師では彫られへんなとか、これはちょっと色合いでは売れへんなとかね、そういう風ないろんな事情をお互いがちゃんと分かってる方が、傑作が生まれますよということで、やっぱりチーム戦やったわけなんですね。シームが版画運動っていうのはそういったところがね、非常に見て取れて面白かったですね。でさらに面白いのが、川瀬波水っていうのはね、新版画運動の、代表的な絵師、ももう渡辺正三郎とタグ組んで、こいつこそが新版画の革命児やみたいな感じで言われるのが、川瀬波水。今回の展覧会でもめちゃめちゃ作品が出されてるような人なんですけども、この人っていうのは新版画版画にするとどこまでが表現できるのかなとかいうのをちゃんと頭に分かった上で最初から下絵を描くんですって。
そうなんやとか、そうなんですよ。で、それをまあ法律士とか3士とか、まあ、版元のディレクションとかいろいろ見てやるけども、ほとんど手直しすることがないねっていうレベルで最初から死体を作り上げれる人やったらしいんですよ。すごいね。もうだから、まあ、傑作をいっぱい残して、多作であったんだなっていうのがよくわかるかなと。それがわかるような展示っていうのもしてました。あの大仏、鎌倉大仏ね、鎌倉大仏の下絵と、その完成品っていうのがあったんですけども、ほとんど構図は変わらず、ちょっとまあ色合いを変えたなっていうのはあるけども、ほとんど変えないで済むぐらいに、為替外れっていうのは最初から分かってたんだよということで、まあ、本当にね、傑作を作っていくためにはこのチーム戦っていうのが非常に大事になってくるんだなというのが、如実に分かるような、いろんな展示の仕方があったので、そこら辺を見てね、楽しんでいただければなと思います。はい、で続いてね、塾長の推しの作品5選ということで、今回の展覧会で印象に残った作品というのをご紹介させていただきたいなと思います。まず最初がこちら、はい、川瀬波水の東京二十景のお茶の水になります。はい、来ました、川瀬波水。やっぱりね、川瀬波水を一発目に言わなあかんなということで、いや、川瀬波水の作品をね、選ぶのはめちゃくちゃ苦労しました。いや、どれもいいからね、めっちゃ良かったんですよ。で、もう川瀬波水の作品を一個一個見るだけでも、もうめちゃめちゃ時間かかるので、あ、やばい、時間解けるわと思いながらもね、で、選ぶの大変やなと思ったんですけども、あえて挙げさせていただくのはこちらの作品ということで、雪景色になります。はい、雪景色、雪景色なんですけども、これはね、すごいな、この吹雪感が、吹雪いてんっていうのがね、めちゃめちゃ細かいなっていうので、おおって、もういろんな川瀬波水の作品がある中でも、これにはめちゃめちゃこう引き込まれました。この雪の表現も、普通雪って上から下にこう落ちてますよとか、まあ、ちょっと吹雪いてるって言っても、ちょっとふわってこうなってるぐらいの表現がね、普通の版画の中では多いんですけども、こんなにもう左上から右下までうわら吹雪いてるぜ、でもここで立ったらもう一気にこう雪積もって自分の顔にブワーチャーってかかるぐらい吹いてんだなっていうのを感じるぐらいね、これも表現はすごいなと。だから雪もね、大きいのとかちっちゃいのとかがめちゃめちゃこう大小大小大小がいっぱいあって、で薄い濃い薄い濃いもめっちゃあって、うわーってこんだけいろんなこう表現をしてるのが、あ、めちゃくちゃ面白いな、これはすごいな、堀氏すげえな、堀氏よう頑張ったなと思います。で、スリ氏もよう頑張ったね、こんだけ薄い濃いをいっぱい出すっていうのも、やっぱスリ氏の微妙な力加減とかいろいろあるのかなと思うので、こういうテクニックをぎっしり詰め込んだこの雪景色っていうのはなかなか面白いなというので、挙げさせていただきました。で、まあ、こんだけ吹雪吹いてるからね、人の描写はやっぱないのよ。そこら辺はね、やっぱ辻つまを合わせたからあかんからね、人がここにおったら大丈夫かってなるんだけどね、人おらへんけども、人がいないけども、この民家の中で明かりが出てるのね、家の中窓から明かりが出てる、これが描くことで、あ、ここに人おんねんな、で外に行きたいけど行かれへんけど、中ではなんかわけやわけやしとんねんなみたいな、人の営みみたいなのを感じさせるっていうのを、ね、ちゃんと忘れずに表現してますよっていうのが、さすが川瀬波水やなと。このポエミックなところがね、もう激しい吹雪の中でも忘れずにちゃんと描き切りますよっていうのがね、あ、川瀬波水ってやっぱそういうところ分かってるから、人気の絵師なんやなっていうので、ね、改めて納得させられました。だから白いね、この綺麗な風景なんですけども、で荒い風景なんですけども、人のドラマもなんか感じ取れますよっていう、もうめちゃくちゃ味わい深い作品なので、こちらを紹介させていただきました。はい、で続いてご紹介したい作品がこちら、吉田博士の瀬戸内海舟の保線朝になります。はい、来ました。吉田博士もね、新版画の代表的な絵師になります。で、その代表的な絵師の代表作の一つがこちらの作品になりまして、これはね、まあ言うたら知ってたんですよ、知ってたんですけど、現物見るのは初めてで、でどんなんなんかなって見たら、うわっ、やばい、これは引き込まれるわ、これはハマるわ、めっちゃ好きになるやつやってみたいな感じで、めちゃめちゃ食い入るように見てしまったのがこちらの作品になります。めちゃくちゃ良かったです。はい、このね、もう吉田博士といえば必殺技があるのよ、必殺技。それは何かっていうと、光とピンクパープルなわけなんですよ。光とピンクパープル、なんか洋楽のアーティストの名前みたいなね、ピンクフロイドとディープパープルみたいな感じだけども、それがね、めちゃめちゃ巧みに使われて、うまいこと表現されてるのがこちらの作品になるんですよ。この船の後ろ側の光、パーンパーン、このパーン
ーの柔らかさがね、うーわこれはあやばい好きになるみたいな、ほんま思えるぐらいめちゃめちゃ細かくこう紫とピンクとかがこう細かくちょっとずつこうグラデーションになって柔らかい光がふわーってこう広がるようになってる。これはね、うわーすごいエモい、これもぜひね見てほしい。もうこの感動を言語化してくれっていうのは結構無理があると思うぐらいで、もうこのテンションの上がりだけで感じ取ってほしいなって思うぐらいすごい良かったよ。でこの色合いってもうあれですやん、印象派のモネですやん、モネの日の出の色合いですやんっていうの、それのもっと版画の細かくしたバージョンっていうのでね、ここで表現されてるというのがもう吉田博士やるやないか。おー今日今回来てよかったね、あんたの作品、この作品見れただけでも俺は大満足やねって思えるような、ほんまええ作品やったんですよ。でそれだけではなくてね、あのこの水面のこうゆらゆら感、これすごいよ、ゆらゆら、こんなゆらゆらした微妙な柔らかいねっとりした表現っていうの浮世絵では絶対無理やから、うん、浮世絵でこんな柔らかいの見たことない。浮世絵でやっぱもっとね、あの曲がってますよって、まあ、一応曲がりを表現してるのはあんねんけども、やっぱ曲がってます、ザ曲がってますよって感じなんですけども、そういうだからザ感がなくて、あの柔らかくさりげなくやけど、よく見たらこれ絶対テクニックめっちゃ使うやつやんっていうのが見て取れて、うわ吉田博士すげえなあんたっていうのを、めっちゃ感じました。で、随所にもまだまだ細かいね面白いところっていうのもあるんですよ。あの船の後ろ側の方にうっすらこう煙の中に向こうの方に見える、船っていうのも表現されててね、わこういうところでも遠近感とか出してんねよ、すごいね、木版画でそんなことまでやんのっていうのもあったり、船の上にね人がいるのよ、人がこの人をポツンと描くことによってドラマチックになんか何を考えてんねや、この風景の中にどんなドラマ隠れてんねやっていうのも分かってね、もうテンションも上がりちぎるような作品、もうこれ一つの作品でもご飯5杯ぐらい食えるんちゃうかなって、おかわりできるんちゃうかなっていうような作品なので、ぜひこれはねもう見に行く価値ありです。もうこれだけ見るためだけに行ってもええんちゃうかなと思うぐらい推しの作品がこちら吉田博士になりますので、ぜひ見に行っていただければなと思います。はい、で続いてご紹介したいのがこちら、小早川清の舞踏になります。舞踏、これ舞踏伝がダンスというものがよくわかんないですけど、これもねめちゃくちゃ面白かったです。はい、これはすごかったね。あのまず紺の背景一色っていうのもすごいなって感じなんですけども、そこにねあのシンクのドレスをまとった女性がダンスしてますせーのこの図は、うわ新しいと思って、ね、これは面白いなと。でもこのコントラストもすごいですけども、このダンスするのって難しいのよ、動いてる人やからね、動いてる人を静止画、しかも木版画でこうバシャって表現しなきゃダメなわけなんですよ。これはめちゃくちゃ難しいのをよう挑戦したなっていうところで、ね、めっちゃ面白かったです。だからこう体幹のバランスって難しいので、ね、ちょっとでもバランス崩したらなんかあちょっとダンスしくってんでみたいな感じになるんですけども、絶妙にピシッとこうねあのこうおかしくない、体幹でバランスでこうダンスしてるのを切り取ってるなっていうのでめちゃくちゃ面白かったです。でこのねあの露出が多い服装を着てるっていうのもねあの時代やなって感じなんですよ。これまあ作られたのが昭和の初期ぐらいなので、まあ、大正時代を超えてるわけなんですね。だから明治時代にこんなんあったらめちゃくちゃなんかバッシングありそうじゃないですか。女性がそんな露出の多いもんしたらあかんみたいな感じの、ね、江戸時代の着物着とけみたいな感じのなんかそんな、 なんか、ね、あの価値観っぽいのが大正時代ぐらいになってくるとモダンガールみたいな、モダガモダガみたいなね、そういう風な風潮があるぐらいちょっと垢抜けたんですよ。の流れが来てこういうものも出してもええんちゃうかって木版画の中で表現の中で出てきたっていうのを考えたら、ね、わーこれセンスすごいというか、もう攻めたね小早川君みたいな感じで、ね、覚えてめっちゃ面白かった。で女性のこの目線もすごいね、ダンスしてるで一生懸命してるのの一生懸命のふってしてる目線っていうのも面白いし、それと、対をなすような感じで髪の毛がこう待ってなびいてるわけなんですよ。このなびいてる髪の毛によってこの躍動感というのは一瞬のこう切り取ったよっていうのも伝わってきてね、これはねもう生と動がもうどっちなんていうのがもう見て取れて、もう行ったり来たりしてめちゃくちゃ面白かったです。これはなかなかえぐいな、これノーマークやったけどすごいなと思いました。で、こうダンスしてるけど片足出しだよね、片足だ、片足にめっちゃ大
体重乗っているその足の指先まで最後の最後細かいところまで力を抜かずにちゃんと書いてグッとこう足で指でこう踏ん張ってんでっていうのも、ちゃんと表現できてるっていうのがねもうめちゃくちゃ面白い。もうこの小早川清さんのね、舞踏をぜひ見ていってねっていうような作品になるので、楽しんでください。はいはい、で続いてご紹介したいのがこちら、小原翔村のザクロにオウムっていうことで、こちらもね印象的な作品ですよね。背景が真っ黒で白のオウムがボーンっていうこのコントラストやばいなって感じなんですけども、小原翔村っていうのは、花鳥画の肉筆画でもめちゃめちゃ人気の人だったんですね。でまあ版画に関して新版画に関しては結構海外に出すのがメインになっているので、海外ではめちゃめちゃ知られてるんですけども、その代わり日本ではあんまり作品が残ってないので日本ではあんまり知名度が高くないという、方になります。でこの作品っていうのは、ポーランドでちょうど版画の即売会みたいなのをやったんですよ。やった時に、めちゃくちゃバカ売れした作品がこちらの作品になります。で僕はねこの作品展示会場の多分一番最後のところに展示されてたんですけども、でケツから僕見てたのよ。ちょっと、とりあえず会場全体を全部一回ファッて入ってから見てから、ちょっと作戦立てて見直すっていうのが僕のやり方なんで、一番最後まで行ってからさ最後ケツから見ていこう人もおらへんし、みんなね最初大体最初の方で踏ん詰まるから、僕は最後からスイスイと見ようと思って最後から見た時の一番最後にあった、だから僕から見た一番最初にあった作品がこちらなんですよ。でこれを見た瞬間にあこれ絶対あれにこうインスピレーションを受けた作品やっていうのが分かった作品なんですよ。何にインスピレーションを受けた作品かというと伊藤若冲の作品でこれそっくりなのがあるんですよ。はい、花鳥版画っていう作品があるんですね。でその花鳥版画っていう伊藤若冲の作品、まあ版画なんですけど、版画もめちゃくちゃ癖強い問題作でもあるんですよ。どういうことかというと、似たようなもんなんですけども、背景黒で、色ついた、鳥が、ね、木版画で描かれてますよの作品が伊藤若冲の花鳥版画なんですけども、この3種類ぐらいの、ね、版画のテクニックを融合した作品というのがこう伊藤若冲の花鳥版画なんですね。背景はなんか普通の木版画浮世絵と同じような刷り方で、刷ってまして、で、その鳥とかの輪郭線は拓版画というその木版画とは逆の発想の、テクニックを使ってる、スリを使ってるんですよ。で、着色のところには、さらに、ね、もう一個のテクニックを使ってカッパ刷りというね、その色のところだけくり抜いた紙を置いて、塗ってますよっていうそういう風なテクニックを合わせて使った上にさらにね吹きぼかしとかいうねちょっと変わったテクニックも混ぜて作ってますよっていう、もうなんでそんなややこしいことしたのっていうような、作品が花鳥版画なんですね。で普通版画っていうと、大量生産できますよっていうのが、原理原則なわけなんですよ。そのために版画にしようねっていうのがあるんですけども、この伊藤若冲の花鳥版画っていうのは複雑になりすぎて、量産ができませんでしたっていう、もう根本から間違ってますやんっていうような、作品があるんですよ。でも風合いはめちゃめちゃ面白いよね、こんなんやるの伊藤若冲しかおらへんよねっていう作品が、あるんですね。に、インスピレーションを絶対に、この小原翔村っていうのは受けて、作ったんだなっていうのが分かって、あなるほど小原翔村いい名してますね。伊藤若冲のこの問題作にインスパイアされて自分の作品作るってなかなかいいアンテナ立ててますやっていうふうに僕は思いました。めっちゃ嬉しくなったんですよ。で、こちらの作品なんですけども、めちゃくちゃ面白いのがこれ写真ではね伝わらないんですけども、このオウムの、毛あるじゃないですか、このモコモコのニコちゃんマークみたいなモコモコモコってなってるこの黒いモコモコモコの中にカラ刷りが1個ずつ入ってるんですよ。モコチョンモコチョンモコチョンみたいな感じでチョン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 ってめちゃめちゃ細かく、こうカラ刷りしてるエンボス加工みたいなのをしてるわけなんですよ。っていうのを見てうわ細かいよ、うわすごいなこれ、うわさすがなるほどね、伊藤若冲は変態やったかもしれへんけど俺はさらにそれを超える変態を木版画でやるぞみたいな、心意気を伝わったみたいでね、ああもうほら小村やるやないかみたいなそういうふうに思いました。でこんなんを見たらそれはねポーランド人もねわおジャパニーズペインティングクレイジーみたいな感じで思っておお出しますみたいな感じになったんやろなっていう舞台裏が見えてね、めちゃくちゃ面白かったです。こちらもねぜひそのエンボス加工のからずりのところ見てほしいなと思います。もうめちゃくちゃ面白いん でこの作品以外でもねそのエンボス加工したからずりしてやってるよっていう作品が他にもいっぱいあるのでね、ぜひその作品っていうのを見てね楽しんでいただければなと思います。はい、で続いてご紹介したいのがこちら、チャールズ・ウィリアム・バートレットの、ホノルル波乗り
になります。はい、もう名前長すぎてちょっと噛みそうになりましたけども、外国人の方の作品になりますよ。で、波乗りホノルルも癖強いな感じなんですけども、新版画っていうと日本人だけではなくて外国人のアーティストの木版画展も結構な数出してるんですよ。まあ、渡辺正三郎も海外に売ろうとしてるから、まあそれは海外の版画家さんの作品でいろいろちょっとね、新しいちょっと変わった風合いの美意識のやつを作っても面白いんちゃうみたいな感じで、作ったやつっていうのもあって今回めっちゃ展示されてたんですけども、その中でも一等面白かったのがこちらですね、チャールズ・ウィリアム・バートルト。この人は、イギリスの版画家さんになるんですけども、いろいろ分け合って最後はハワイで永住するような形になったんですよ。ハワイなのでハワイに財を取った作品っていうのがめっちゃ多いんですけども、癖強いなって思いました。やっぱね、題材とかを選ぶ観点とかが日本人とちょっと違うから、ちょっとなんかおもろいなみたいな独特の世界観を表現してるのがめっちゃ面白かったです。ただ色合いとかがねめちゃめちゃ綺麗かったんですよ。これ、この青がねめっちゃ綺麗なんですよ。この深い青と爽やかな青の透明感って言ったらいいかな。これはね、広重ブルーとか北斎ブルーとかいろいろ今までも見てきましたけども、それとはちょっと全然違う別次元のなんか独特な色合い世界観だなっていう風な感じで、この青はめちゃめちゃ引きが強いことで、もうめっちゃ見てほしいなって思うような、作品になります。で、こちらの作品なんですけども、このサーファーの人はね、実在した人らしいですよ。で、しかも伝説のサーファー波乗りらしいですね。そうなん、伝説の、そう実在した人、それを描こうとしたって感じ。しかもサーファーでも伝説的なんですけども、実業界というか実際の社会でもめちゃめちゃ著名な人で、水泳のオリンピック選手でもあったらしいですよ。無駄にモデル豪華と思ってて、そんな豪華に貼ってどこに力かけてんねんって感じなんですけども、まあ、それが、サーファーしてるよっていうのを、切り取って、描き出したよっていうのが、こちらの作品になりまして、もうやっぱ癖強いね。めっちゃ面白い。笑いもとってめっちゃ面白かったけど、作品自体の透明度とか綺麗さっていうのもね、やっぱすごいな、面白いなというところなので、ね、こちらの作品っていうのもぜひ楽しんでいただければなと思います。で、こちらの作品っていうのは本当にね、誰も再現できまへんっていうのが正直なところです。で、この動植栽培の中で使われているのが発見された成分を見たら、あれこれプルシアンブルーやみたいなのが出てきたんですよ。だから日本で一番初めにプルシアンブルーを使ったのが伊藤若冲なんですね。もうね、研究家の中ではこの若冲は意味わかりませんっていう人がほとんどなんですよ。はい、いかがだったでしょうか。今回は新版画の展覧会についてのレポっていうのをご紹介させていただきました。いやー、めちゃくちゃ新版画面白かったですし、まだまだ全然紹介しきれてない作品っていうのも山ほどありました。めっちゃエモい作品もあるし、めっちゃおもろい作品もあるし、なんなんこれっていうのも山ほどあったので、ぜひね、7月30日までやってますので、行ける方は、見に行っていただければなと思います。で、新版画自体は最近めちゃめちゃこうブームになってきてるので、今回の展覧会はもうちょっと全然遠いから見に行かれへんわっていう人も、近くで新版画の展覧会というのがやる可能性はありますので、十分ありますので、今回の動画をぜひね見ていただいて、で、川瀬ハスリの動画というのも、ね、作ってますので、そちらも見ていただいたら、より、ね、新版画についての理解というのが深まると思いますので、その展覧会もしやることになりましたら、そちらを見ていただいて、楽しんでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルでは今回のように日本美術やそれに関するさまざまな情報を発信しております。面白かったら、ためになったらと思われる方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは今回もどうもありがとうございました。お疲れ様でした。掛け軸塾では日本美術を学べる授業、日本美術に関する最新ニュース、旬の美術展覧会情報、展覧会などの美術レポ、交流を楽しめる生配信など、日本美術を楽しめるコンテンツが盛りだくさん。ぜひチャンネル登録をして最新情報をお見逃しなく。どうぞよろしくお願いいたします。